時の日記。アイスを食べすぎてどうしたらいいですか？今夜も奏でていきましょう。僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ。こんばんは、僕が見たかった青空の早崎鈴木です。この番組はアイドルグループ僕が見たかった青空が一人前のアイドルになるべくラジオを通してその成長する姿をお届けしていくドキュメンタリー番組です。今週の鈴木の日記、早崎鈴木がラジオの収録日までに毎日一行だけ日記を書いてきて、その中からとある一日をピックアップ、その日の早崎鈴木に何が起きたのかをトークしていきます。今週の鈴木の日記、アイスを食べすぎてどうしたらいいですか。これはまんまなんですけど、最近本当にアイスを食べすぎてて、ちょっとプチ悩みなんですね、私の。なんか多分夏んで、まあ、今年の夏暑かったじゃないですか。冷たいものをとにかく摂取したくて、こう朝起きてもアイスが食べたい、レッスン終わってもアイスが食べたい、アイス食べた後もアイスが食べたくて、夜帰ってきてもアイスが食べたくて、しかもこう私がブログでいろいろこう結構お菓子とかあげるタイプなんですけど、お父さんが私のブログをすごい見てて、こうブログで自分が買ってきたものをあげてほしいからってすっごい買ってくるんですよ、いろんなもので。アイスも私が好きなアイス今お家にもいっぱいあるんですけど買ってきてくれるわけですよ。すると常にまあアイスがあるわけで、食べても食べてもあるんですけど、なんかまあ朝起きてやばい冷たいもの食べたい、で多分なんか飲み物みたいな感じで食べたくなっちゃうんですよね。で食べてみたいな。本当にやばかった日は、その撮影、長い撮影の日に本当に暑くて、外がなんかもう食欲っていうよりももうなんか飲みたい、アイスが食べたいしか思わなくて、ずっと飲んでたんですけど、近くになんかお店があって、かき氷とかジェラートが売ってたんですよ。ジェラート食べたいって思ってジェラート食べたんですね、ラムネ味ので。それでまあ朝に食べたアイスと、まあそこで2個目なわけですよ、アイスが。その後ちょっと撮影終わって、その後にはいやまだ足りないってなって、かき氷を頼んだわけですよ。まあこれ3つ目で、まあ終わって帰ってきて冷凍庫開けたら増えてるわけですよ、新しい私の大好きなアイスが。でまあ食べます、シャキシャキのアイスを。でお風呂入った後、まあ、半身浴とかすると暑くてアイス食べるのもう5個みたいな、全然あって、そういうことが最近多すぎて、これって人ってこんなにアイス食べて大丈夫なのかなって思い始めて不安なんです。しかもなんかアイスだけじゃなくて、私が最近気づいたんですけど、私が食べるものって毎日ほぼ決まってて、卵、チーズ、牛乳、アイス、炭酸なんですよ。本当にこれしか食べてなくて、なんかちょっと恐ろしいです、自分の偏った食事が。なのでちょっと気をつけていこうかなって。野菜とかお肉とか魚とかあって、まあ、お母さんの料理にはこう自然と入ってくるじゃないですか。こう一日撮影とかになるとなんかどうしても自分が食べたいものを優先してしまうんです。ってなると食べてるものは気づいたらアイスか水羊羹とか、だからそのこのヒュッて入ってくるやつ。でも最近気づいたんですけど、ご飯系で言うとカレーはずっと食べれます。カレーライスにこうチーズと卵トッピングして食べると、まあ一石二鳥みたいな。カレーも食べれるし、卵とチーズも食べれるし、でその後にアイス食べるみたいなの、なんか最近本当に食事やばいなと思って、ちょっと頑張りたいと思います。はい、アイスね。さっきもちょっとあやちゃんとちょっとご飯行ったんですけど、そこでもアイス2個食べてましたもん、私。大したよね。パフェの乗っかってるアイスとなんか別のアイスも食べました。はい、そんな早崎のこの頃でございました。僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ48回目。今夜の放送も先週に引き続き、僕が見たかった青空からもう一人のパーソナリティとして西森彩ちゃんに来てもらってます。後ほど楽しみに。番組では X のアカウントもあります。アカウントはアットマーク僕青アンダーバーかならじ BOKUAO アンダーバー KNARADI、 ハッシュタグは僕青ラジオでたくさんつぶやいてください。ということで、僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ、この後10時30分までぜひお聞きください。僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ。セブンイレブンプレゼンツ、
僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ。この時間はセブン&アイホールディングスのセブンイレブンがお送りします。セブンイレブンの嬉しいね宣言。今日の美味しいをお手頃に。例えばお弁当のチャーハンや麻婆丼などが税込み348円。品質にこだわった商品をお求めやすい価格で、ぜひセブンイレブンへお越しください。セブンイレブンのセブンカフェ。香りの高い産地の豆を一杯ずつ丁寧に挽いた味も香りも楽しめるコーヒー。朝の目覚めに、休憩時のほっと一息に、セブンカフェはいかがでしょうか。ぜひお試しください。僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ。僕が見たかった青空の早崎鈴木です。この時間は僕が見たかった青空、君と奏でるラジオをお届けしていきます。今夜は僕が見たかった青空からもう一人パーソナリティに来てもらっています。西森彩ちゃんです。はい、こんばんは、西森彩です。2週目もお願いします。お願いします。なんと、なんかちょっと聞いてもらいたいことがありましてですね。どうしました？先週このラジオの新生ふつおたのコーナーで、リーダーの塩釜奈々ちゃんのメール紹介したじゃないですか、なんか実はこのコーナー宛てにもう一人メールを送ってくれたメンバーがいるんですよね。何それ、そんなさ、ポイポイ送っていいもんじゃないでしょ。まあそれが、センターのヤギトワちゃんなわけなんですよ。あら、もう。もうセンターとリーダーが本当に。で、なんかその、先週ね、紹介できなかったのよ、そのメールを。うん。なんかそれが、このメールが、内容を聞いてもらったら、なんで読まれなかったのかわかるみたいなので、うん、ちょっと今日読んでいきたいと思います。あら、優しい、紹介していただけるんですか、そんな内容。ラジオネームからいきたいと思います。はい。ラジオネーム、逃亡中のヤギ。やだ。逃亡中のヤギ。僕青の皆さん、こんばんは、音符。やだ。え、待って、いつも、よく頑張っていて、エラタンです。よぴよぴ。最悪、本当に。私は今ハムスターを飼いたいなと思っています。そこで今名前に迷っています。候補は砂肝かタピオカです。どちらの方がいいですかね。よければ僕青の皆さんだったらどんな名前をつけるか教えてください。はい、全然関係ないです、青空様フェスティバル。やばい、よぴよぴやばい。聞いてますか、ヤギトワさん。本当だよ、本当にラジオネームダサいし。なんなの、そのまま逃亡してもらっていいかな、本当に。しかもね、これこう砂肝かタピオカで迷ってるみたいな言ってんじゃん、うん、砂肝に決まったってこの間聞いた、うん、私もなんか聞いたよ。でっかい声で言ってたよね。砂肝と思って、何の話、なんか渋い話しようなと思ったらさ、まさかのハムスターって言ってたよ、なんか、うん。ライブの感想トークの中にこのメールは入ることはできませんでした。そらそうです。まあ関係ないのでね、はい、まあ二人ともメールありがとうってことだね。こんな、まあ、君と奏でるラジオ好きってことだよね、きっと。うん、はい、それではここからはそんな西森彩ちゃんとこんなコーナーをお届けしていきます。リスナーちゃんが質問するから彩ちゃんが答えるコーナー。イエーイ。今夜のパーソナリティ彩ちゃんのことをリスナーの皆さんによく知ってもらうために、リスナーから寄せられた質問の中から厳選されたいくつかの質問に一言で次々と答えてもらうコーナーです。質問が終わった後、その答えを振り返っていきながら彩ちゃんのことを深く知っていきたいと思います。はい、こちらのコーナー、今までの質問の数は10個だったんですけど、一つ一つ深掘りすぎて毎回、恐ろしいくらいカットしてるので、今回から質問の数を減らすことにしました。ちょっとだけね。素晴らしい。はい。まあ、いっぱい喋るので、そこはご安心ください。こちら質問に対しては、ないは禁止でいきたいと思いますよ。厳しいわね。はい、厳しい。頑張ります。絶対ダメです。はい。心の準備いいですか？はい。それでは質問していきましょう。リスナーちゃんが質問するから、あやちゃんが答えるコーナー。ラジオネーム、かーくんさん。東京にはなくて困ってるもの。綺麗な川。綺麗な川ね。うん、困ってる。困ってるね。ラジオネーム、うえりさん。最近驚いたことは？最近驚いたことは、すずちゃん本人に、私、西森彩と性格が似てるって言われたこと。はい、ラジオネーム、飛行中のコーヒーさん。メンバーに謝りたいことは？いつも集合写真撮ってって、自撮り入ってって言ってるのに、ちょっと使ってないことあります。ごめんなさい。最悪。ブログで使ってないことがあります。ごめんなさい。ラジオネーム、カエルぴょんさん。
早崎鈴木に可愛いなと思ったエピソード。メンバーの安野葵ちゃんの鼻をツンツンして面白がってたところ。ラジオネームタイラーさん、この夏一番の思い出。夏、うん、朝方に寝たこと。おー、あやちゃんらしいですね。面白いか大丈夫かな。たくさん答えてくれましたが、はい、ここから回答振り返っていきながらお話をしていきたいと思います。はい、驚いたこと。なんでよ、鈴と鈴と性格が似てる。なんか性格なんか言ったよ、不意に本当に帰り道かなんか、やっぱ鈴あやちゃんと一緒だわ。やっぱ似てる、性格が似てるみたいな。いや驚いた。私はでも否定しちゃいけない気もして、なんか似てるかって思いながら否定して恥ずかしいから。なんか私はそんなにね共通めっちゃしてるなって、うん、あの一緒におっておりやすいけど、うん、似てるか、なんか一緒って言われて、うん、ポッポッポって感じだったけど、うんうんうん、なんかね性格っていうかなんか価値観、価値観ね、なんか似てるっていうか合う、うん、なんかあんまりあのなんかさ、これが嫌だとかさ、そのポイントが違うじゃん、みんなそれぞれ、うんうん、なんかそこが似てる気がするの。確かに、お互いなんか嫌だっていう部分とか、いいっていう部分、なんか大事にしたい部分とかが似てる気が、ラインがね、そうすごい似てる気がする。それは確かに思うことあるかも。あるよね、なんか何でも日常的にちょっと、ん、それはこれでいいのか、このまま言っていいのか、うん、って思った時、私すずちゃんの目見るんだったね。え、知ってる、知ってるよ。なんかボソッとするの横で、これってさ、こういうの方がいいよねってなんかボソッと言ってくるんですよ。たまにね、思ったら誰かに共有したくなっちゃって。わかる。そうなると、でも確かにすずちゃん、うん、見てることあるかなって今思った。なるほどね。メンバーに謝りたいことは、これちょっと許せないかも。びっくりしました。うん、だからさ、違うやん。ま、わかるよ、すず。自撮り集めるのすごくいいことだと思うの、まあ、うん、積極的で、うん。それを使って、あんなに大人数集めて、あんなわめいて集めたのに、うん、そう。それを使ってない。違うが、ちょっと言い訳させてほしいがやけど、はい、このメンバーもっと可愛い顔がある気がする。やっぱり、ほぼ、23人、ほぼマックス入ってますみたいな写真の時に。そりゃそうだ、一人ぐらいはね。そうそう。ちょっと目つぶっちゃってしてるかもしれないし。この、もっと可愛い写真ある気、私は今これをあげたくないとかって、ちょっと溜まって、でももったいないなとか思って。でも、このブログの裏事情、もうわかんない。言っていいのか、言っていいと思うけど、さ、うん、メンバーにこう許可を、こうなんかこうね、一緒に写真撮った子の、許可をもらってあげるわけじゃん。ブログの写真って、うん、これあげたいんだよって、ね、そう、これがもう23人の写真の許可取るの超大変なんですよ。大変、実は皆さん大変でね、こうめんどくさかったりすると勝手に。23人はさすがに、でもこう SNS で使われた集合写真とかを使うようにしてるのだから、すずも、うん、もう私も全然なんでもいい。そう、すずも結構なんでもいいんだけど、やっぱりこうメンバーによってさ、これは嫌だったとかさ、うん、あるかもしれないって思うと、嫌な気持ちしないようにね、許可は取らなきゃって思うんですけど、って思うとなんか、いや、これ一人一人に許可かーって。いつもめんどくさそうな顔して。これいいかな、超大変ですよ、本当に、うん。写真の感覚が変なメンバーと、あ、いるね。結構こう細かく見るタイプの子と、うん、が私いちいちでいます。お、どうぞ、なんか一緒な気がする。一人変な感覚だなって思うのは、岩本です。はい、か、安野葵かな、どっちかなって思う。安野葵ちゃんね。でも、リコちゃんかも。リコちゃんは、マジでわからない、鈴。なんかこう、3枚一緒に撮った写真を送った時に、なんかこう、1枚目と2枚目、ほぼ同じ顔だったんです、どっちも。なのになんか、1枚目はダメで、2枚目 OK って。本人は違うんだよ。待って、何が違うんだと思って。鈴も結構わかるタイプなんだよ、見て。あ、これ確かに違うねって思うことはあるんだけど、ほ、う、い、ん、とか、逆になんか、めっちゃ漏れてないっていう方を NG 出したりするんですよ。だから、ね、あ、そうなんだと思って。でもやっぱりリコちゃんもアオイちゃんもメンバー愛が強いけど、どんな写真も可愛く思うらしいんですね。あ、人のね。そう、うん、それがなんかまあね、一周回ってすごく嬉しいなってもう最近は思います。まあ、本当に可愛いよって。言ってるよね。こんな可愛くないのみたいな。思ってるんだよね。ね、だから。いろいろありますわ。そんなに、ね、可愛く見えてくれてるの嬉しいなって思うね。うんうん、で、もう一人、うん。細かい写真。え、秋田にあったよ。結構、これいいやっていうこだわりがあるみたい。うん、でもそのリアンこそすずも私には分からない。やっぱり。
何かがあるみたい、彼女のこだわり。でもリアンちゃんね、本当にね、写真こだわってる。何枚も撮って、うん、こうやって細かく見るし、あとメイクとか前髪もすごいよ。めっちゃ綺麗。意識が高校2年生から何歳だ。高2のと思えない美意識と、やっぱアイドルとしてすごいなと思うし。プロ意識だよね。何でも上げていいって私がちょっと、もうちょっとちゃんとしようって思うぐらい、なんかちゃんと毎日届けるブログの写真に手抜きがないなって思う。早崎鈴木に可愛いなと思ったエピソード。はい、もうこれはもうシンプル、安野葵ちゃんの鼻をツンツンして面白がってるんですね鈴ちゃんが。そうなんですよ、可愛いんです。それがなんかバスとか楽屋、うん、で安野うん鼻ツンツンツンって、あのこの反端、あ、鼻のてっぺんをツン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 ってしたら赤くなっちゃうんですね葵ちゃん。それ見て可愛いって端っこの方だったら、もう本当に意味がわからない。もう私はそれは、なんかもう第三者から見て何やってんの、でもなんか微笑ましいなと思って。このね、この大きな口でこの笑うのを、この鼻ツンツンしたけど、この、笑い声で笑うんです、この子が。鈴ちゃんがなんかもう、なんか逆に愛おしくなっちゃって、それでこんなに幸せそうな顔するのが。なんか、葵ちゃんの鼻って、本当に綺麗な形してるんですよ。ね、これはもうメンバー満場一致のね、綺麗な鼻の形って言ってて、ちょっと出会ったことない花の形してる。本当に綺麗すぎて。だからもう、ね、アニメに描いた、こう、絵に描いたような、こう、あるじゃん。のない、なんか、ね。こう、ツンって描く花みたいな。綺麗な花なんだけど、うん、その、葵ちゃんの先端、花の先端って、柔らかいの。骨がない。で、ちょっと、犬の花みたいな。犬のさ、花ってさ、こう、なんかついてるじゃん。あれなんていうの、花、あれが花でしょ。多分合ってます。あれが花なんだけど、あれってちょっと柔らかいのね。柔らかいね。ちょっと柔らかいんだけど、うん、あんな感じになんか柔らかくて、でも、なんか、押しがいがあるみたいな。そのボタンじゃないんだからさ。本当に気持ちくて、触ってるんですけど、その、ツンってした時の顔も可愛いんだけど。すごいよ、すっごい嬉しそうな顔。もうさ、もうラジオでお届けできないのが本当に悔しい。もうなんかまあ、ふーんみたいな顔するんです。ツン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 って。すごい、その顔も可愛ければ、その、綺麗に赤くなるんです、そこの、ね、指のポイント。そう。それでね、こう、今流行ってるじゃないですか。鼻チークとか。鼻チークってわざとこう鼻にチークを乗せて鼻赤くて可愛いねっていうのが流行ってるんですよ、うん、メンバーの中で。それをこう自然にできるんですね。それが顔を見て、なんかめっちゃ可愛くて。なんで嫌がんないんだろう。何がそんな面白いんだろうっていう、もう私からしたら、謎の異空間すぎて、うん、たまに葵ちゃんがツンツンしてくれることがあるんです。こう、鈴が、指をこう、手、本当に見る、それも。葵ちゃんが、鼻を、顔を動かして、鼻で、めっちゃ可愛いよ、可愛いけどさ。他のメンバーにはしないですね。最近たまにヤギとあちゃんの、鼻もやります。別で気持ちいいの。もういいよ、もう。違う形で。めっちゃね、気持ち。私怒る、絶対その鼻ツンツン。何の時間と。え、なんで葵ちゃんが真似して、あやちゃんの鼻ね、ツンツンしてたの。本当にやめてって。怒ってた。私、葵ちゃんと違うから。化粧落ちるから、鼻てっぺんって。めっちゃおもろい、本当に。はい。そんなね、面白い。はい。ということで、以上、リスナーちゃんが質問するから、あやちゃんが答えるコーナーでした。ありがとうございます。僕が見たかった青空。君と奏でるラジオ。セブンイレブンの嬉しい値宣言。今日の美味しいをお手頃に。例えばお弁当のチャーハンや麻婆丼などが税込み348円。品質にこだわった商品をお求めやすい価格で、ぜひセブンイレブンへお越しください。セブンイレブンのセブンカフェ。香りの高い産地の豆を一杯ずつ丁寧に挽いた味も香りも楽しめるコーヒー。朝の目覚めに、休憩時のほっと一息に、セブンカフェはいかがでしょうか。ぜひお試しください。セブンイレブンの嬉しい値宣言。今日の美味しいをお手頃に。例えばお弁当のチャーハンや麻婆丼などが税込み348円。品質にこだわった商品をお求めやすい価格で、ぜひセブンイレブンへお越しください。僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ。
僕が見たかった大空の早崎鈴木です。西森彩です。それではこちらのコーナーに参りましょう。君に食べてもらいたいセブンイレブン。このコーナーではセブンイレブンさんご協力のもと、私たち僕が見たかった大空がセブンイレブンさんの商品の魅力を食レポでお届けするコーナーです。立派なアイドルになるためには食レポは必修科目。皆さんが私たちの食レポを聞いて、思わずセブンイレブンまで走り出すことを目指してお届けします。ということで、今週も食レポ頑張るぞ！えい、えい、おー！手軽に野菜を取れる小容量のお惣菜、サラダ。セブンイレブンのカップデリはランチにも、お夕食にもおすすめの大人気シリーズです。そんな豊富なカップデリのラインナップの中から、今週食レポに挑戦する商品は、こちら！コールスローサラダ！キャベツ本来の美味しさと食感を感じられる、フルーティーな味付けのコールスローサラダです。フルーティーなんだね。食物繊維がいっぱいラーよ。いっぱいラーね。いっぱいラーよ。でもこの、いいよね。カップデリっていいよね。待って、ペンで食べようとしちゃって。あってやばい。フォークで食べてください。はい、ほんとに。危ないでございます。いただきます。あ、でも、みずみずしい匂いが。あー、おいしい。うん。シャキシャキ。うん。食べやすい。うん。食べやすいね。うん。なんかサラダってさ、苦手な子はさ、なんか、ね、うん、こうちょっと残しがちだけど、こういうのスースースース、うん、入ってくる気がする。おいしい。なんかちょっと甘い、甘いっていうか、なんかその、そういう甘いじゃなくて。どういう意味なんじゃない？フルーティー。フルーティーなんだね。やっぱさ、私たちの、あの、地方出身、上京組はですね。うん。こういうのありがたいわけですよ。なるほど。もうサラダですら野菜丸々レタス一玉なんて買えるわけもなく、うん、こうい い、うん、夕食とかにもパッて買って食べられるのありがたいなって思います、うんうんうん、確かにそれこそね、野菜取れてないなって思ったら、うん、これ一つ買うだけで十分なんじゃないこれ、うん、レッスン中のあの合間の休憩とかも、うん、セブンイレブンさんのサラダみんなめちゃ買ってる、めちゃめちゃ食べてて、確かにいいね。うん、すぐ今度これで野菜を取っていきたいと思います。はいはい、アイスばっか食べてないで。はい、カップデリには他にもおすすめがございまして、7種具材のお豆腐とひじきの煮物もおすすめです。ひじき、豆腐、枝豆、レンコン、油揚げ、人参、ごぼうの7品目を使用した味しみのいいひじきの煮物です。こちらにあるんですよ、うん、でもこれすず好きだよ。ひじきっていいって言うよね。この味付けが美味しいんだよね。うん、なんていうの、なんか進んじゃう感じ。いいものしか入ってないよ、7品目。うん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 、これ一つそんなに取れちゃうってことだもんね、うん、ひじき好きなメンバーいっぱいいる。確かに、うん、なんかすごいひじき食べるメンバー多い。なんやっぱ食べやすいのかな、体にいいし、うん、食べやすいし、うん、確かに。じゃあめっちゃぴったりだ、うん、はい、ここでスーちゃんのカップデリのお得情報。今ならお得、お値段そのままで人気カップデリ5商品が増量中です。収録している今日はまだ増量前での食レポでしたが、ポスターを見るとコールスローはコーンが2倍、ひじきには枝豆が3倍などインパクトがありますよ。見たんですけど、さっき画像ね。すごかった。すごかった。なんか同じ商品とは思えないぐらい増量されてました。枝豆ー、なんかそう、黒から緑みたいな感じだった。黄色コーンみたいな、うん。ね、でもなんか、だってすごくない？同じ値段ででしょ？うん。めっちゃお得じゃないですか、皆さん。枝豆も大好き。セブンイレブンに行きましょう。はい。期間は9月26日木曜日までですが、数量限定でなくなり次第終了なので、お店で出会えたらお早めに。対象商品など詳しくはセブンイレブンのホームページ店頭をご確認ください。地域やお店によって取り扱いのない場合があります。また商品名、企画、価格が異なる場合がありますので、お店でご確認ください。ということで、今夜も非常にうま鈴木でした。うま森うまでした。みんなも一緒に食べよう。食べましょう。ねえ、ちゃんと読みなさい。いや、ちょっといや、あやちゃん NG でした。はい、君に食べてもらいたいセブンイレブン、来週ももりもり食べます。僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ。
セブンイレブンの嬉しいね宣言。今日の美味しいをお手頃に。例えばお弁当のチャーハンや麻婆丼などが税込み348円。品質にこだわった商品をお求めやすい価格で、ぜひセブンイレブンへお越しください。セブンイレブンのセブンカフェ。香りの高い産地の豆を一杯ずつ丁寧に挽いた味も香りも楽しめるコーヒー。朝の目覚めに、休憩時のほっと一息に、セブンカフェはいかがでしょうか。ぜひお試しください。セブンイレブンの嬉しいね宣言。今日の美味しいをお手頃に。例えばお弁当のチャーハンや麻婆丼などが税込み348円。品質にこだわった商品をお求めやすい価格で、ぜひセブンイレブンへお越しください。僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ。セブンイレブンプレゼンツ、僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ。この時間はセブン&アイホールディングスのセブンイレブンがお送りしました。僕が見たかった青空、君と奏でるラジオ、エンディングです。ここで僕が見たかった青空からお知らせです。僕が見たかった青空がアップトゥーボーイ2024年11月号の表紙に掲載されています。セブンネットショッピングさんで購入すると限定特典として僕青メンバーのポストカードがついてきます。金沢亜美ちゃん、萩原ココカちゃん、ヤギトワちゃん、柳堀カレンちゃん、そして私早崎鈴木、それぞれのソロショットと早崎、ヤギ、柳堀の3人が写ったポストカード全6種類です。こちら現在発売中です。詳しくはセブンネットショッピングさんのホームページでご確認ください。もちろん商品の受け取りはセブンイレブンで。そして10月13日に僕が見たかった青空僕青祭2024の開催が決定しました。会場は昭和女子大学ひとみ記念講堂です。ピア先着先行受付中なので、皆さんぜひホームページをチェックしてください。その他詳しい情報は僕が見たかった青空の SNS や公式ホームページをご覧ください。番組ではメールも募集中です。リスナーの皆さんの日常の報告や私たちの質問などを送ってもらう新生ふつおた、君に食べてもらいたいセブンイレブンの感想や食レポのアドバイスなど、たくさんのメールをお待ちしています。同じ内容のメールは1通で大丈夫です。詳しくは番組ホームページにも記載しているので、そちらをご確認ください。番組公式 X では番組からのお知らせや収録後の写真を載せていますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。ということで、今週であやちゃんとはお別れです。はい、どうでしたか。楽しかったですね。良かったです。なんか前と比べて、前回と比べてもらったらすごく、あ、全然違うよ。全然違うし、なんか、うん、本当に仲いいんだなって思ってもらえるラジオになったんじゃないかなって。あやちゃんとすずは仲良しです。皆さん、はい、おそらく、はい、おそらく仲良しなんです。はい、あのね、このラジオ以外のなんかこう打ち合わせの時とかも大盛り上がりでした。はい。ということで、また来てください。待ってます、はい。ということで、ここまでの相手は早崎鈴木と西森彩でした。以上、これにて終演。大人たちは誰も教えてくれない、だからずっと不安になってしまう。今握ってるもの、それは何だろう。えい、日本放送ラブ JK、 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ、態度はすかさず耳を澄ます、ブースで会話に花を咲かす。神奈川、埼玉、栃木に群馬、レペゼは千葉、たくさんのリスナー盛り上げ聞いた、アクセル全開常に外したレミター YO。 毎週土曜日夜11時半、 SONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル。東京ミステリーサーカス、皆さんこんにちは、江戸川コナンです。リアル脱出ゲーム×名探偵コナンシリーズ最新作100万ドルのからくり館からの脱出が東京ミステリーサーカスで好評開催中。怪盗キッドから館に隠された宝石を狙う予告状が届いたんや。宝石は絶対渡せへん、今度こそ捕まえたるで。俺たちと一緒にキッドから宝石を守り抜こう。詳しくはコナン脱出で検索や。